ですね、今パークランプと LED と純正のハルミン仕込みまして、一瞬パークランプつけてみたいと思います。違いが分かりますよ。はい、はい、今2中だからいので分かりませんが、白くてこちらオレンジですね。これを表でやるともう超明るいはず。はい、はい、LED マティックス、これをですね、この配線をこのように加工しました。これでメス端子ができたので、これに全部させば私も精進せねば。 LED リフレクターがあるんですけど、もうすでに仕込んでおります。リーダーの方でマフラーつけるついでにバンパー発生になったらちょっと取り付けるだけでもういいですかっていうことで、ちょっとタワーでつけてもらいました。配線の方は自分で、はい、加工しました。でこれをさっきの LED マティックス車の分岐ハーネスにつなげればブレーキとスモールと連動します。あなたも本気を出してください。こっからこう流れてこういって、まあこの辺でパッとして、まあこの辺まで流れる LED にしようかなと思ってます。はい、ウィンカーのこのハーネスなんですけど、これを抜きます。はい、それでこの辺で切ります。トラップでラストマイナスを分岐させます。はい、さあ来い。ウィンカーの線を分岐させました。これをさらに分岐させます。このようにさらに二股にします。これで通常のウィンカーのこと、流星 LED のこと分けます。やっちゃいますからね。です。ですね、一応ここに LED ありました。テールユニットを戻します。戻すときにこの青い爪、中止がここに入ります。ここにこういうような感じではめていきます。まだまだ。はい、ちょっとこのネタでこの LED マティックスのやつを分岐させて、ちょっとネタで、この LED、スモールをつけたときに一緒につけるようにしてみました。はい、じゃあスモールです。はい。見えますか？はい、こんな感じで、ボーネットの中にも仕込んでみました。ね、熱がこもるので、どこまで耐えられるかな、ちょっと心配なんですけど。今に吠え面かかしてやる！これを付けましょう。この LED センサー、これをですね、ちょっと取り付けます。私の勝ちだね。なんとか終わりました。早くしないと気が向いてしまいます。はい、こんな感じです。今から食います。はい、もう暗くなっちゃいました。どういう感じだったのか、ちょっと今ドアロックを解除してます。流星 LED もつけたので、ちょっとかっこよくなりました。いきます、ドアロック解除。どうですか？ウェルカムテントホタルです。エンジンルームのブルーの LED が光ってますね。こんな感じです。かっこいいんじゃないですか。はい、こんな感じでした。ご清聴ありがとうございました。